700馬力。マジか。はい、ここからはですね、土屋圭一の辛口愛車チェックのコーナーをいきたいと思います。お願いします。はい。厳しいですからね。厳しいですよね。ね、女に甘いくせしてさ、車には厳しいですよ、この男は。そうなんですよね。バレてるな。バレてます。みんな、あの、日本中とか世界中にバレてます、多分ね。バレてるね。俺もそう思う。ね、自分で分かってればいいです、ね、でここからはですね、うん、カスタムにこだわった愛車と、はい、そのオーナーさんにご登場いただきまして、はい、いろいろ喋っていただこうというコーナーになりますね、はい、で土屋さんにはその車を、まあ、見た後にちゃんと走ってもいただいて最終的にはですね10点満点で何点か採点していただきたいんです、うん、なるほど、はい、で最初はですねトヨタの80スープラ行ってみたいと思いますよ。いいね、名車だよ。はい、でそのオーナーさんというか作り上げた方はですね、はい、うん、はい、新井博樹選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。世界の新井が仕上げた80スープラ、初トヨタですね。そう、はい、初トヨタです。なんでまたトヨタなの、80スープラなの。まあ、自分意外と 2JZ っていう、まあ、名エンジンですよね、うん、は知ってたんですけど、今まで触ったことチューニングしたことが1回もなくて、うん、なんと今回アヘッドモーターサービスさんからこれいじっちゃっていいよと言われたので、お言葉に甘えて好き勝手いじらせていただきました。ということはこれはアヘッドさんの方から提供されて、それを自分でやったってこと、うん、まあ、アヘッドさんのまあデモ車として、うん、あの今回自分がセットアップを含めてやったという形になります。新井さんってすごいよね。面白いよね。だからラリー屋のくせにさ、うん、こういうストリートカー作っちゃうんだから、ね、あとね、彼って業界で評判悪いじゃないですかで、ね、俺これ実はいいと思ってるで、何かっていうとすごく、はい、あのなんか言ってることは正しいんですよ。でもその正しいことが、はい、今までの保守的な人たちにとっては、うん、なんだこいつって言われてるところもあるんだ。いやだって早いんだからしょうがないじゃん。そうなんだよね。なるほど。だからそういういろいろあるんですけど、僕ね彼にね名前をつけたんですよ、うん、いつもなんかこう戦ってるでしょ、うん、反逆の方程式という。咳してるだけだ。咳した。意味わかんない。いや、そう、意味わかんないんですけども、常になんかね、こう時代の中で反逆っていうかなんか持ってるんですよ、なんかいい、うん、でも彼の言ってる方程式っていうのは当たってるところがあるんで、うん、反逆の方程式、まあそれこそね、アイルトンセルのことを音速の飛行士って言われてたように、うん、反逆の方程式っていうね、今後ここにスーパーいます。反逆の方程式。方程式、はい、お願いしますよ。まあまあ、いいでしょ。なかなかそういう感じの、彼をスターにすることによって、僕は日本のね、この変わると思うんですよ。うん、こういうなラリー界が。で、この前もね、実はね、言わなかったんですけど、周りには、うん、勝ったんですよね、勝ったっていうか。勝ったっていうか、まあ、表彰台に二輪駆動で初めて、うん、あの。全日本ラリーで総合3位という。そうなんだ、これだって画期的なことだ、ね、そうですよ。でもそれもうね、二輪で上がったことによって周りの人から冷たい目で見られて、おかしいですよ。そうだよね、まあ、そういうね、うん、狭い社会なの。そうなんだよね。だから僕はね、反逆のね方程式で頑張ってほしいな、はい、でもそれで今回は、はい、今回はですね、なんとカスタムのテーマを発表していただきたいと思います,、うん、はい、お願いします。では新井さんよろしくお願いします。じゃん、馬力モンスター。馬力モンスター。馬力モンスター。すみません、ね、なんか単純すぎてごめんなさい、ね。じゃあアメ車にしろ。ない。いやでもアメ車ももちろんあるじゃないですか。パワーは、うん、もうパワーがあるのが当たり前ですけど、この 2JZ で、まあ、一般的に乗る領域でどこまでいけるのかなとちょっと興味があったわけです。うん、今まで EJ20 というスバルのエンジンで300馬力、400いけばいいなっていうところから。うんうん、2JZ でじゃあ一気にこう何百馬力出るのかな。ちょっとこれってそれは馬力モンスターっていうことはどのぐらいの馬力がなんかなってったんですか。今回はなんと700馬力オーバーですね。700?、はい、700ーー通常が280、そうですね、それぐらいなんで、記録です。まあ、1J2J ってあって 2J っていうのはやっぱりこうすげえこう280馬力っていうのは法定で決まってるってこと。法定、まあ日本のね。そうですよね、日本の法定で。その時代がね。280馬力だったのが、その 2J っていうエンジンは、トヨタのエンジンで改造してって、まあ800馬力ぐらいは壊れないって言われてる。言われてるんですか。
そのうち700馬力そのギリギリをちょっと今回攻めさせて。これどこでやるんですか。どこでこれなんかエンジン、うん、まあ、エンジンはいろんなところでやってますよ。通じそうですね、まあ、いろいろあのアフターパーツメーカーさんで部品は出てるんですよ、はい、部品が出てて今回アヘッドモーターサービスさんでそのよりすぐりのパーツを集めて組み込ませていただきました、うんうん、あら、はい、すごいじゃん。すごいんです。と全然違うんですか。もう全然違いますよ。もう乗ったら驚きますよこれね。結果どう。いやちょっととんでもなさそうなんですけど、ちょっと見てみましょうか。まず乗る前に車の周りも見ましょう、はい、見た目は ね、うん、もう走りや。パッと見 ね、そこまでこうなんて言うんでしょうね、ドーンっていう感じじゃないですけど、大人な感じでこのオリドさんのリドックスのオーバーフェンダーのバンパーとかリップスポイラーとか全部つけさせていただいて、まあビジュアル的にはすごい大人でシックな感じでまとめさせていただいているかなという感じになります。大人の走り屋。はい、大人の走り屋。そう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 、もう今年で僕30なんで大人になろうかな。これがかっこいいねこれ、うん、そうなんです。ここもエアロパーツでちゃんとここの空気を整流させて車両を安定させるっていうのが目的なエアロパーツになっております。これやっぱこれもまたすごいですよね。このオーバーフェンダー、オーバーフェンダーです組み方が、はい、そうだね、まあ、チューニングカーブっていう感じの、ね、あえてこれがね、はい、あえてそうですね、うん、サラビス使ってるもんね。そうなんです、ね、ちゃんとそこは。ちなみにこれ外装だけでいくらぐらいかかったんですか。外装だけでいくらでしょう。僕の方でちょっと把握できてないんですけど、それテロップでこう調べとけよ。ピッピッピッって、すいません。さあそれでは中どうぞ。でちょっと土屋さん、はい、ちょっと乗っておいてください。お、リクライニングバケットだ。いいや。そうなんです。これは楽。リクライニングバケットは楽。そうだよね、自分に合わせられるんだもんね。そうです。そうリクライニングバケットは楽だよ。ここでやると変だよね、体型に合わせるのがね大変なんで。いやいいね。いいですか。めっちゃいい。どれがいいですか。いや腰から肩にかけて、うん、本当にちょうどいい、合ってる、うん、そのねヨーロッパのシートだと肩がもっと高いんだよね。あそうですね、で肩が抜けちゃうの。日本人で合ってるってことですね。合ってる合ってる。あで室内もシンプルでいい、うん、はい、ごちゃごちゃしてなくて。そうなんです。まあ、まあ、昔のねモデルですからね。あくまで大人なというのがコンセプトでございます、うんうん、大人だ大人。この車綺麗だ ね、いや綺麗綺麗。ありがとうございます。中もメーターとか追加してるんですか。そうですね、結構あの A by F のメーターはチューニングするとどうしても必要になってしまうんですけども、うん、空気燃費計はついていて常にそこで車の状態が確認できるようになっています。じゃあちょっとエンジン見せてもらいましょうか。あぜひよろしくお願いします、じゃあ土屋さんいいですか。土屋ね、はい、700馬力の、ねね、エンジンがじゃん、じゃ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 、すごい、これはすごい。そうなんです。これはすげえ。ワイルドスピードに出てきそうな。そうそうそう、まさにコンセプトはえそこで Y スピのコンセプトで、ね、はい、すごい綺麗に、まあ、パッと見これだけでも憧れを持ってもらおうと、うん、はい、見せるエンジンということで。ここだけでご飯2杯ぐらいでいきますね。そうですね、うん、全然ここでなんか座って食べれそうですよね。いやこれはいいエンジンだよ。これでもなんかこんなのあるんですよね、この色が、ね、あえてこれを外して本来ここにカバーついてるんですけど、うんうんうん、あえてこれを見せること、まあこれも一つのチューニングパーツなので、ね、しっかり見せて、でこれもまたすごいですね。これエアインテーク、はい、エアインテークもこれもトラストさんの、うん、あのアフターパーツということで、本当にトラストさん、HKS さん、うん、で、まあ、紅葉ラジエーターさんと、まあ本当いろいろありとあらゆるよりすぐりのパーツを今回。これすごいな、はい、普段見たことないですよ僕なんか。うん、まあ、そうだよね、テリーさんはあんまり見ないよね。ね、本当見ないですよ僕もね。普通のなんかさ中華屋さん行ってさ、はい、30万円負けてくれとかそういう話してたりしてませんからね YouTube で。いやこれは楽しみだわ。そう、ね、これはあれですか、はい、これでもうどのぐらいであれですか。一応ここまで来るのにだいたいそうですね500万ぐらいチューニングアフターパーツだけでかかってるんですけども、本来で言ったら多分1200馬力まで出せるよって言われたんですよ。ただ1200馬力もあると一般道でコントロール全くできないので、普通に乗るときにやっぱある程度そこのドライバビリティは欲しいなというところで今回700馬力というところで、はい、このケイちゃんどうするんだこの後は。この後はね、うん、土屋さんに走行チェックをしていただくんですよ。あまた、はい、これは楽しみだ ね、はい、ぜひ、はい、じゃあお願いします、はい、甘口でお願いします。甘口でね、甘口でね、もう辛口ですね。さあそれじゃあ土屋さん700馬力の実力見せてください。見せるのお願いします。阿部さんアドバイスは。何も心配してません。じゃあお願いします。行きます。さあボラ上行ってみましょう。お願いします。
音してるな。そうなんです。何のこんないい音してるの。音的に、あ、マフラーはもう全部富士通さんで作ってもらって、一応あのちゃんと車検も通るマフラー。品のいい。楽しんでたじゃないですか。いやもうまっすぐ走んない。直線エンジンちょっと切って。あ、いやまだ切れない。あ、暑いですか。あ、食べてます。まっすぐ走らない。直線でどういうことですか。直線で2速から3速に上げてもずーっとこうやって滑ってる。700馬力。あ、そう、あ、そういうことか。いやだからもうこのヘアピンも、うん、アクセル踏んだら横になりっぱなしに向こうのヘアピンまで行っちゃうもん。なってましたよね。そういう感じ。だけどすげえよね、700馬力のそのパワーがさ、うん、この直線もそうなんだけど、もう3速に入ってもずーっとこうやって滑ってるの。そうです、そうです。3速で滑ってるの。力荒れすぎるってことですね。だからもう、なんつうの、普段扱うんなら400馬力がいいとこかな、うん、まあそうですよね、うん、なるほど。やりすぎ、なるほど。ヒロキはさあ
ってくれますね。ね、そうですよ、はい、これ楽しかったっていうのはなんとなく伝わりました。いや、さあ、辛口サイド、辛口サイドなんですよ。そうなんです、辛口で。お願いします、今回のですね、スープラ、何点でしょうか。9点おお、すごい、ありがとうございます。あのね、かなり高得点ですね。あのね、やっぱこう世界の洗いだけあって、うん、危ないところがない。普通はこんな700馬力もあるとこうシャンクした後がどこへ飛んでるか分かんない、うん、それもこう G がかかって戻る時も穏やかに戻ってくれるから楽、うん、その700馬力っていうパワーはすごいんだよ、すごいんだけど、じゃあ操れないかっていうと今みたいに、あ、なんか滑ってんだけどシャンクすることないな、だからそこで9点。なるほど、ありがとうございます。じゃあ、すごい、残りの1点は何でしょうか。取れなかった。やりすぎでしょ。やりすぎ、やりすぎのとこなんですよ。700馬力もいらねえでしょ。そう、まあ、でもこの1点が業界で切られるところなんですね、はい、あ、まあでも9点もらえたんで、そうだよね、もう満足、はい、やるけど面白い、面白いですか。面白い、本当に面白い。どうですか。いや、すごいと思いますよ、うん、でもね、あれを操れる、やっぱ土屋さんもすごいと思う。そうだよね、土屋さんもすごい。このタイヤ1本いくらすると思ってんのね。19インチ20インチって1本5、6万するからね、うん、だから金持ちじゃないとこういう遊びはできないよ。だってこれでもう今日ダメでしょ、このタイヤ。いや、ダメじゃない、冷やせば大丈夫。あ、そう、まだ冷やせば全然、ま、そうだ、今こう周回したから熱持ってタイヤが垂れちゃっただけで、うん、全然冷やせば。今暑いですか、これ触ると。熱い熱い、もう触ってみたら。いやいやいや、やけどしちゃうんで。いや、でも本当10点あげたいんだけど癖になるから9点ということで、あれさ、はい、今回のスプラ9点でした。はい、ありがとうございます。ね、格好もいいしパワーも扱える700馬力でした、はい。